眉村みちるちゃん、なんでこのチームに軟式で野球を続けてたんだ。久しぶりだね重野くん。このチームでこの仲間たちと私はてっぺんを取るって決めたんだ。誰が相手だろうと絶対負けないよ。次回意外な再会、夢の舞台へ駆け